やっぱり定番のお土産スポットといえばここスークワーギフ。多くの旅人が一度は訪れる場所なので、もう皆さんも行かれていることと思います。中に入っていくと、中東アラブで好まれるフランキンセンスとかスパイス、それからナッツの店なんかがあります。ここは細々したものから日用品まで何でも揃います。今日は特に普通のスーパーでも手に入るようなお土産を中心にお話ししたいと思います。スーパーマーケットに行くとナッツやデーツ、それからスパイスなんかが売ってますが、話題のブラジルナッツやピーカンナッツも量り売りで手に入ります。その数と種類は半端なくて、僕も何を買ったらいいのか迷っちゃうんですけれども、お土産にはスパイスなんか軽くていいんじゃないかなと思います。僕もこちらに来てすごくスパイスを使うようになりました。ここはドーハで人気のデーツ屋さんです。デーツといえばアラブの代表的なドライフルーツ、スーパーフードとしても人気です。産地や種類によって味も食感も様々なので、ぜひこの機会に食べ比べをしてはどうでしょうか。ここのお店の特徴はパッケージが本当に綺麗なんです。この木箱はイスラム模様の本場象牙細工です。僕も知らなかったんですが、実は象牙細工はシリア生まれで、シルクロード経由で日本に伝わったそうです。だからこんなにたくさんあるんですね。アラブの国カタールのお土産としては最高じゃないでしょうか。中でも特におすすめなのはこれで、現在ワールドカップ仕様の限定パッケージに入れてもらいます。なんとシリアルナンバー入り木製のサッカーボール型パッケージです。中に入れるデーツを選んで、アラビックコーヒーを飲んで待っていると、綺麗に詰めてもらいます。値段は少々お高めなんですが、メモリアルにいかがでしょうか。これをお土産に持って帰ると盛り上がること間違いなし。小さな箱の入れ物もあります。チョコレート屋さんも各国の国旗をあしらって、今しかない限定版かなこれ。街中にはサッカーボール型のお土産が溢れていますね。次はビールのおつまみにも最適な干し肉のお店です。 So what is this meat? Ah, I see. Tasty.このお店面白いのはラクダのジャーキーもあることです。これ食べてみたんですけど、臭みもなくてとっても美味しいです。あとはダックとかビーフもいろんな味があります。チリ味とかガーリック味とか、これらすべてメイドインカタールだそうです。お店はムシェイレブ、それから一部の地下鉄駅、そしてフェスティバルシティのモノプリ内にあります。次は個人的にはむちゃくちゃおすすめの一品です。あとお土産におすすめなのがこのデーツシロップです。これ結構ヨーグルトとかに入れたりすると美味しいです。栄養価もすごくあるらしいです。僕も毎日食べてます。これはワールドカップ仕様のプリングルスでしょうか。むちゃくちゃ大きいのがあるんですけれども、もしかしたらスタジアムに持って行って食べるようなのかもしれません。次はどこにでもある蜂蜜なんですが、さまざまな産地のものが数多く揃っており、マヌカハニーもたくさんあります。ちっちゃい小箱に入ったものもありますし、手頃なものから高いものまでいろいろと選べます。
紅茶は目的に合わせてブレンドされたハーブティーや綺麗なパッケージの紅茶が買えます。また空港にはハロッズのお店とレストランがあり、お茶やビスケット、おなじみのバッグがたくさん売られてます。韓国の BTS はこちらでも大人気です。開幕式でも歌われてましたしね。あとは定番のチョコレートといったところでしょうか。パスタは本場イタリア、フランスから多く輸入されており、まあ、色や形も珍しくて軽いのでお土産にはぴったりじゃないかなと思います。僕も実はお料理のチャンネルをやっているので、まあ、毎回ここに来ては次はどのパスタを使おうかと、まあ、考えるだけで結構楽しくなってしまいます。こちらは王道のスパイスです。まあ、地元ならではの珍しいものからおなじみのものまで気軽に手に入るので、まあ、軽いですからぜひお土産にいくつか買って帰られてはどうでしょうか。こちらは単なる塩なんですけど、男の料理の決めポーズがラベルになっているので、まあ、会話のスパイスにぜひいかがでしょうか。次は塩は塩でも全米売上ナンバーワンのドクターティールズ。豊富な品揃えで日本では見られない香りやボディウォッシュ、ローション、バスボムタイプもあります。ちなみにエプソムソルトは塩ではなくてマグネシウムだそうです。僕のお気に入りはココナッツ。ここはナショナルミュージアムのギフトショップですが、ここにもワールドカップ関連の商品が売ってます。ミュージアムのギフトショップだけあって結構小物もハイセンスなものがたくさん売ってますね。ちなみにこちらのギフトショップ、以前の動画でも紹介したんですが、こちらに来られたらぜひ天井をご覧になってください。非常にインプレッシブです。もちろんこちらのミュージアムの外観のモチーフになっている砂漠のバラも売っています。個人的には今は亡きエリザベス女王のアヒルちゃんが好きなんですが、カタール人のアヒルもインパクトがあって面白いです。こちらはミュージアム・オブ・イスラミック・アートのギフトショップになります。同じくセンスのいいものがたくさん売られてましたが、中でもアラビア文字のカリグラフィーのセットがたくさん売られてます。これがイラン製のサフラン、一番高級なサフランですね。Oh, this is cute. This yes, is a good for yes. souvenir. Yes, yes, and also can give it something. I give. See, I see. So this is the price is 499. Yes, sir. This one is 10 gram, 15 gram. This If one. If Japanese tourists coming to this shop, could you make a discount? Yeah, sure. No problem. Inshallah. okay. ワールドカップ出場国の国旗が描かれたカタールの正装頭部です。 T シャツやユニフォームはどこでもすごい人気ですね。日本と戦ったドイツ、コスタリカ、スペイン、そしてクロアチアなど各国のユニフォームが手に入ります。サウジアラビアですか。バッグや小物もいろいろあります。
So this is for Arabic coffee? Arabic coffee. Ah. Dara cup. Arabic coffee のカップには各国の国旗がデザインされていて、小物入れにしても可愛いですね。アラブのスカーフも日本柄です。皆さんドーハのお土産いかがだったでしょうか。たくさん思い出を持って気をつけてお帰りください。それではまたドーハでお待ちしています。さようなら。